最初は私そんなに記憶力がいい方じゃないのでそんなに思い出せないと思いますよって言って大丈夫かなって大丈夫ですかねって言ってたんですけど なんだろう、なんか自分が思ったことでもいいしこう人に言われたことでもいいしっていう風にこうなんか好きなアニメのセリフでもいいしとかなんかすごいいろんなことを提案していただけたのでじゃあそれだったら書きますっていう感じで、はい、一人じゃないよみたいなまとめるとそう僕たちがついてるからねっていう感じのことを言っていただけたのをふと思い出してあそれは書きたいなって思って、うん、なんかこうやって流してほしくないなって言葉を一つずつ、まあ、私もなんか結構耳悪かったり人の話聞かなかったりするんで聞き逃すことあるんですけどでもやっぱこう普通に会話してる中にもこうなんか大切な言葉ってあったりするのかなって振り返って思いましたね、うん、で直近で言うと、まあ、オーディションとかはありましたけども、はい、あの結果についてはこう改めてどういうようなでもなんか結果落ちたくなかったですけど落ちてよかったです。なんかすごいなんだろう批判コメントというかなんかそういうのもブログにいっぱい来てやっぱ出来レースでしょとか言われることが多かったのでなんか逆にガチでしたっていうのが証明されて多分ファンの人もそういうコメントも多かったしやっぱ本当にちゃんと受けてたんだねっていうの信用してたけど分かってよかったよっていうのが多かったのでなんだろう普通の人と一緒ですかね一般人ですかね多分バイトして、はい、飲食店で、はい、普通に注文とか取ってます、なんかファミレスとかいやあれは何なんですかねなんかおしゃれなお店です社会経験ってすごいかっこいい言い方だけどただ単純にやってみたいなっていう気持ちあれでもスタジアムでやりますよね。そうですね。見に行こうかな。やっぱ見る側として一回行ってばみたいですね、はいはいはい。朝日新聞デジタルをご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。中谷さやかです。この度私、本の第2弾ですね。非選抜だった私を救った48の言葉、夢に向かってという本を出させていただきました。前回は新書という形だったんですけれども今回はこう48個の言葉をもとに私がその言葉に関して思った気持ちをいろいろ書かせていただきました。皆さんぜひ読んでみてください。バイバイ。